どうも、枝豆です。今回はね、昨日の動画でも使ったキスについてね、解説していこうと思います。これさ、まあ、なんか、真面目に解説するのもあれなんだけど、まあ、いっか。レッツラゴー。でね、やり方を簡単に説明すると、キスをさらに数値から強めにして、唇を離せばできます。まあ、至ってこれだけなんですけど、この感覚がわからないようであれば、まずね、普通にパパパパパって言ってみてください。パパ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 パ。で、次に、パパパパ言いながら、途中で鼻声に切り替えます。パパパパパン。パパパパパパパン。この軽い音。この音出してる時って、唇同士が吸い付く感覚が若干あるはずなんですよ。この吸い付く力を強くすればできるようになります。これをね、素早く連続でできるようにするためには、じゃあどうしたらいいのかっていう話なんですけど、もうシンプルに練習するだけです。はい。頑張りましょう。ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。